当てるのはやっぱうまいなと思いましたね、うん、膝めり込んでる感じはすごいあってずっと練習してた範囲ですね。どうしても KO したかったね。うわぁ、はい、今回は、先日のフランスの試合をみんなで、見ながら振り返っていきたいと思います。よっておかしいね。僕意外と一覧となんかあのなんかスイッチが入ってないのもあったんですけど緊張してなくて、ああそうそうそう、それ俺めっちゃ思ったよ。でもそれはなんかその5ラウンド制だからあんま1ラウンドからスイッチ入れすぎないようにしようと思ってリラックスしてたのはあったんですけど、あの意外とこのフックが、あーないですか、あこれあーカーフが、でも今カットしたね、でも上手に、いやでも今の痛かった、痛かったんですよ。カーフが意外と上手くて、なんか意外と軽く打ってる感じが意外と効いて思ったより、でもこの映像で見るより生で見てる方がやっぱ重いよパンチ、やっぱボクボク言ってたもん。うん、ちょっと猫背だからあれですけど意外となんかリーチが長いのと、うずれーこのパンチ、うん、3、4、5まで行くのはすごいですよね。そう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 、そんな軽くないんだよねあのポンポンポンは、うん、意外と切れるパンチでしたね、うん、スピードがあってでも打たれ強いよね、うん、打たれ強いのはすぐ感じた。やっぱこう前傾じゃん、はい、前傾だからやっぱ頭を気をつけながら打つから、タケルがそこまで腰が返せてないんだよねやっぱり。右フックの時とか頭突きがほんと怖かったもん。そうですね、何回か当たりましたね、うん、当たった。思ったよりパンチ早かったんですよね、うん、膝が入るなっていう、最初ローを狙ってたじゃないですか、うん、でもローが意外と蹴りにくくて、うん、足がそれで膝が入りやすいなっていうのが一覧で思ったですね。結構入ってるよね、膝結構もうすごいと思う。だからだこれの膝のどれかが鎖骨に当たってて、あ、ね、あ鎖骨で折れたんだ、鎖骨折れたらしいです。うわ今の怖え頭、鎖骨折れて5ラウンド戦いに行ってるなかなかすごいですよね。カーフもなんか意外と途中から入んなくて、うん、自分の足痛かった、蹴りづらそうだね、うん、あとリンクが滑りますこれ。なんかラウンド中間ぐらいになってくるとホコリがついてきて、うん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 、リングがめちゃくちゃ滑りましたね。うおーえうざいな。やっぱグローブでかいね。でかい、なんか竹の方がでかく見えるやっぱ白だから、うん、左あのインローが全く入んなくて、うん、全部カットされてインにめっちゃ向いてるもんね、そうそう足ね。それでいまだにこの足の甲痛いぐらい、うん、足痛かったんで、こういうの怖いよね、うん、思いっきりやった謎の動きが。どうですか、アマチュアボクシングが最初らしいですもんね昔、うんうん、アマチュアボクシングでチャンピオンになってるって言ってたんで、当てるのはやっぱ上手いなと思いましたね、うん、この入り方とかね、うん、さいな。でももうなんかこの辺ぐらいから結構パンチはもう見切ってたよ ね、まあそうですね、うん、この辺からは分かるようになってきますけど、避けてたからただやりにくかったですね。やりづらいね、やっぱ顔が怖いわやっぱ。浅川さんずっと指示してたんですよね、頭気をつけろ、うん、なんか多分タケルも自然にやっぱ腰を入れてないから頭ぶつかんなかったけど、いつもぐらいやってたら多分切れてたと思う、うん、頭。そうですね、なんか距離感が合わなかったので、うん、思いっきり、うでも
この右のクロス何回か入ってるんですけど、うん、感触がないんですよ、当たっても、うんうんうん、あこれ絶対効かないなと思って、ウィンドウ入んなくて膝に切り替えてやっと距離感が合ってきた感じです。もうこの辺はもう全部受けてる、うん、右は。この時どんな感じだった、タケル試合中の。あでも大体もうこのくらいからもう攻撃も読めてきて、うん、読んでるね、どこで倒れるかなみたいな、うん、でもなんかこういう変に膝のカウンター打ってきたり、カウンターから右膝パンチとか、ああいうのが本当にやりにくい、なんか倒されはしないけどやりにくいなっていうのをすごい感じました。返しも死んでないよね、うん、そうだ、もう物入ってる、あれだっけ、あれ多分今のだと思う、ね、今のっぽいね、ここで一気落ちたもんね、肩下がってる、肩下がってる、左手下がってるから絶対今のだ、あ今のだね、おかしいね。昨年1ラウンドで折れたって言ってたけど、これ2ラウンドです、ちょい盛りっすね、ちょい盛りだ。確かに腕下がってるマジで全然違うね、痛そう、腕狙われてた、うわ左腕めっちゃ下がってるもんね、うん、頭こえ、根性あるわ、根性あるよね、マジで殴ってるもんね、ガッツあるな、ガッツある、ガッツある、いやすごいわ、そう言ってやると、おお結構感触あった、もう膝とか膝は結構感触あった、あそう、でも 声とか出すうとか言わない、いやうは言わないんですよね、だけどめっちゃ中に膝めり込んでる感じはすごいあって、いや打たれ強いですね。だいたい腹とかって打たれ弱いじゃないですか、うん、60選手って、うん、こんだけ体重ね、うん、あれしてたら、うわ痛そうマジで。おーよく一回してきたな今。根性っていうか気持ちは相当強いですよね、すごい、パパで試合中ずっと怒ってたの、この時マジでやばかった、まあ、そうよね、そうやばかったっすよね、やばかったね、あ今ミドル入って、あー聞いてる、あー聞いたんだよ、いやでもすごいよ、痛い、ちゃんと返すもんね、しかも、うん、おー、痛い、ナイスボディ、左のボディうまいね、ちゃんと狙って打ってる、えこれもういけるなってなってる、この時でも倒れ、なかなか倒れないなって感じだった、ああ頭怖え、マジでもう頭で突っ込んでくる、そうそうなんだよ、お腹守って、でも顔のパンチは倒れないって多分向こうが思って、おー腹入った、今腹入った、痛い、入った、今痛い、うわ水落ちじゃないよ、水落ちでしたね、やっと倒れたみたいな感じ、もうなんか大体一回倒れたらもう心折れてるじゃん、折れないんだよね、意外と折れないですよね、それは本当に思った、ダウン取られたのとすぐ打ち返してくる感じですよね、うん、フリーノックダウンって分かってた、いやそれでもラウンド中に言われて、まさかそうですよね、小沢さんが言ってほらこれですごいよ、ね、逆に来るもんね、そう、あとだって15秒しかないからね、うん、すごい本当に、うわ痛い、ここでパパテンが多分叩くんだよ、あ、ここじゃないわ、パパテンでやめて触っちゃいけないの、めっちゃ叩いてたんだよおいみたいな、あ、ダウン2回取ったのか、このラウンド、2回取ってますね、いや、すごい、あ、これあと少しじゃない、このでも避け方卑怯だよね、もう、うん、倒されないモードに入ってますね、倒されないモードに無事で終わろうモード入ってるもん、うん、ここからしかもちゃんとお父さんの指示アッパーとかちゃんと狙ってんだよね、ボディに、すごいな、松永さん向こうの指示を聞いてたもんね英語すごいなと思う、お父さん誰だっけ、パパテン、今回思ったよりスタミナ続いたんだよね、いやびっくりした俺、
こんな動くのと思って結構俺3ダウンのペースぐらい戦っちゃってたから途中からそうね5ラウンド持つかなと思ったけど倒そうと思ってたもんね、あ、クイシンバここら辺からちょっと切り出してた、ね、怒られてうわ痛い、ナイスミドル、栄養取るのって大事だなって思う、あやっぱついもう直前まで栄養取ってたじゃん、かね、だからエネルギー続けれる、スタミナ、その心肺機能っていうよりもそのエネルギーのが切れない感じがする、しもれ初めて見たからびっくりしたけどアップ死ぬほど動くよね、あれで全然動いてないって言ってたからびっくりしたわ。アップで多分食べたもの全部消費してるみたいな。おい、わキャッチ、確か向こうのキャッチは無視ですよね、本当だ、もう左でやばいよずっと、いやね、言われたら相当痛いよ、マジすごいわ、聞いた、うわーモーロ入った今、めっちゃ痛い、でもた顔ちょっと避けてるんだよ、ね、すごい、ね、すごいこれはちょっと避けてるんだ、返してくるし、あダウン取ったんだ、うん、この審判の人上手だよ、怒ってる、怒ってる、誰パパで怒るよ、お前は自分気なんだよ、ガッツだろ、マジで言ってた、多分言ってる、ラストラウンドですね、おい、あやっぱあここか、これだ、これのここなんすね、でもこれがなかったらオーバーしてるから、もうこれタイムストップしてるじゃん、でも動いてんだよ、こっちの時計は、そう、本当はもう、これが大体20何秒なの、まだタイムストップってやったじゃん、一応、あ、そういうことっすね、そう、おい、でも打ち返してるもんね、すげえな、マジで、すごいよ、しかも結構フルスイングで打ち返してる、あ、痛い、いや、すごいよね、この時の、こういう時の旅怖いよね、なんかこの、こんぐらいのラッシュを4ラウンドまで多分ちょっとセーブしてたんですよ、あ5ラウンドだからもう、まあまあそうかもね、でも意外だからスタミナ意外とあるなと思って、あ、もうラッシュしようと思って、おい、あー出た、わーすごいな、返してるもんね、すごいっすよね、よし根性あるわ、ここからもう気合でミドル蹴ったやつも足足痛いけど、骨になってもいいって、骨になってもいいやと思って、おお、あうまい、体の入れ方、わー三日月、諦めない、諦めない、ガッツある、そうか、ガッツあるな、マジですごいな、マジで、もう腕もめっちゃ真っ青だもんね、右手、やばいやばいやばい、両腕壊れされてる感じ、ああもうここあれだ、もう相手の力を利用しようとした時か、タケルがこれ、うわー、あの範囲練習しましたね、そう、あれでずっとやってたんだ、ずっと練習してた範囲だったね、あれで意外と肺蹴れるんだなって自分でも思うそっからちょっと肺蹴るよね、逃げに入ってますね、これはもう完全にちょっとそうね、うわでもすごいな、おお、どうしても KO したかったね、ね、それがもうすごい伝わった、ヨーロッパの会場でインパクト残したいなって、うわぁ、俺とタッチは見れてないんだよね、なんすか、なんすかって言ったもん、何入ったんすかって言ったもん、見えない、こんな真っ暗だったんだね、真っ暗、
いや、めっちゃタフな相手だったなっていうのをすごい思うし、相手の気持ちの強さもすごい感じましたね。でも、結構手数出してるの。いや、すごい。結構、すごい。だからなんかやっぱこう年齢とともにこうやっぱスタミナとか落ちてくるじゃないですか。でも練習してればやっぱつくんだなっていうのは思いましたね。5ラウンドが初めてだったんで、ちょっと不安だったんですけど。だから自分が衰えてないことにちょっと安心しました。守りに入る選手を倒すのはやっぱさすがだなと思いますね。俺めっちゃかっこいいこと思い出しちゃった。タケルが入場直前に、おフランスの客も魅了してやるよ。そのですね。それ今聞くとなんか恥ずかしい。なんか恥ずかしい。それでしっかり倒してたから、あすごいなって思う。そう魅了って言葉つけてた。ちょっと準備なった試合前、ね。入場前すごいね。ちょっと恥ずかしい。あれだって初めて今日喋る。いやもうかっこいいっすね。わかりやすい。以上です。わかりやすいです、ね。はい。